それではすいません、お待たせいたしました。今日の第4試合で、勝利しました木村ケルベルソータ選手のインタビューとなります。おめでとうございます。まず試合の感想からお願いします。いやもうとにかく楽しかったね。ボコボコできたし、打ち合って危なかったけど、まあ、笑っちゃうぐらい楽しかった。はい、ありがとうございます。ではここから質問いきます。お願いします。初めてのオープンフィンガーグローブ戦いかがでした？いやまあ楽しいだけでしたね。まあ思いっきし殴れたし、楽しい一言。1ラウンドから構成の場面は多かったですけども、その辺はどうでした？まあ、ジャブ当たると思ってジャブ振ってたし、まあ、思った通りかな。3ラウンドはややガス欠気味な場面も見えましたけど、その辺りどのようにしのぎました？気合いかな。試合終わってからヤーマン選手にマイクアピールしましたけども、はい、その辺を改めてもう一度お願いできますか？ツイッターでも何回もヤーマンに警戒打ってるんやけど、あいつ無視しやがったから、まあ、今回勝ったし、そろそろやってもいいんちゃうかな。てか逃げんなって話。他にございますか？大丈夫ですか？はい、じゃあお願いします。少々お待ちください。はい、オープンフィンガーでやってみて、実際、まあ、顔の傷だったりとか、やっぱり傷はとか出血はしやすいかなっていう印象はありましたか、やってみて。でも、まあ、喧嘩と変わらんし、いつもやってることやし、まあ、殴るだけ、その辺はあんま考えてなかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他は大丈夫ですか？はい、では最後にケルベル選手、今日、応援してくれたファンの皆様にメッセージをお願いいたします。まあ、散々弱そうとか言われとったけど、まあ、今日の結果見てどうかな。強かったやろ。ありがとう、今日は応援してくれて。ありがとうございます。では以上で木村ケルベロス颯太選手のインタビュー終了します。お疲れ様でした。